はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは。スシロー、カンナでございます。それでは本日やっていきますは、援軍学園、魔物モスというゲームをやっていきたいと思います。ガーって言いかけた。学園モノって言いかけた、今。なんかね、恋愛、シュミレーションではないっぽいけど。女性向け、恋愛少なめって感じのゲームらしいですね。とりあえず真ん中ってか正面の女の子っぽいのが気になる。全員魔物なんですよ。主人公が人間らしいよ。日差しが暖かい。セーブはいいかな。ポカポカする。イカレ君ポカポカするよ。この村はいつも平和そのものだ。いいじゃん、平和で。で、夢だー夢落ちって咲いて、遅刻だ遅刻食パン片手に、魔物モス学園。人ならざる魔物の通うここ。そんな高校に人間の自分が転入することになってしまった。さようか、さようかって気だこと同じ、モノクロ少年少女と同じ展開してる。伝わる人にしか伝わらんな。嫌だなぁ、バレたら殺されるんだろうなぁ、気だこと同じ展開やな。くっそ、遅刻遅刻行ったぁ。もうお決まりのパターンだね。食パンなんか知らんけどさ。片手に食べながら走るとさ、ぶつかるんはセオリーなんよね。なんだてめえ、走りながらパン食ってんじゃねえよ。ごめんやけど、耳2個ある耳、どの耳が本物の耳、いや、上も押しやもんな。そらそうだわ。ごめんよ。ごめんな、あと、ぶつかったん。突き飛ばせたかもしれんな、ごめんな。走りながらトマトをむさぼっていた赤い肌の悪魔だ。口が悪い。同じ高校の生徒だろうか。トマトむさぼってるやつにパン食べながら走ってんじゃねえよって言われたくはねえな。あー、てめえ見られないカードな。悪魔っぽ、魔物っぽくねえし。ごめん、悪魔だから悪魔って言っちゃった。魔物じゃねえけど魔物だよ。人間だって魔物さ。そっちこそ気をつけろってんだ。うるせえバーカバーカ。ポルシエだって言うんだね、君。うるせえバーカバーカ、とろいやつに関係ねえよ。あーまよ。いい目見ろよ。いい目見ろよ。なんなんだあいつ。目がつく。いけない。遅刻遅刻。いってー、事故だよね。なんかブレーキ音したよね。事故だよね。すいません。急いでたもんで。急いでたからってさ、モニタルロスくん、ブレーキはかからんのよ。ブレーキ音は出んのよ、普通。犬のような耳に角と竜の尻尾のある青年だ。でかいバイクだった。ごめん、ブレーキ音出るわ。走ってんのかと思ったわ。徒歩ってか、ランニングでブレーキ音が出てるかと思った。ごめん、バイクだった。バイク2だったわ。これに跳ね飛ばされたんだ、じゃないよ。跳ね飛ばしてしまったので謝罪したいのですが、謝罪の前に救急車な。救急車と警察な。え？あなた人間臭くないですか？いや、跳ね飛ばされて無事な時点で人間じゃねえのよ。バイク、かっこいいですね。え、あ、そうですか。ありがとうございます。謝罪といっては何ですか？これをどうぞ。ごまかせたよ。すごいね。あ、素敵なものもらっちゃった。スタンガンだって。これからの学校生活、危ないもんね。自由に使ってください。では、急いでいますので、さようなら。今使え。あ、しまった。急がなきゃじゃないのよ。引かれたんだからさ、とりあえず警察か病院に行くのよ。あなたは。無事に着いた？そこの貴様、グレンゼンさん。はい。廊下を走るな。あ、すいません。急いでるんで。ゲーマーモノモス学園の生徒会長のダークエルフだ。魔王の校長の息子らしい。金持ちにキザなところがある。ムカつくやつやな。でも魔王の校長の息子やって。ごめん、違う切り方したね。ごめん。今頭の中で考えてたのと全然違う。魔王の校長やね。魔王の校長のじゃなくて、魔王の校長やね。わかった、ごめん。変な切り方しちゃった。ごめんね。私の頭が悪いです。貴様、ここで何をしている？え？廊下走ってます。遅刻しそうなんで。そういう生徒会長こそこんなところで油売ってる暇ないんじゃないですか。ん？私が今から校長室に向かうのだ。パピーのところに。なんせ人間の転入生が入ってきたという噂があったからな。ぎっくり！あ、ほんまにぎっくりだった。ああ、引き止めて悪かったな。教室に向かいなさい。はい、すいません。急いでるんで。はい。いい目見ろよ。はい。足の目を食らった。早く行かなくては。教室急ぎすぎやろ。間に合ったんだ。すげえ。今の、三人に会って波乱万丈と同じような、間に合っちゃった。ごめんな。セーフ！
LPL 先生セーフなんですか本当に。ギリギリだったね。セーフらしい。許してくれた。担任のヘルピエル先生だ。多分ピエロなんだろう。ヘルってついてるから多分なかなか怖めのピエロなんだろうね。フレンドリーで誰に対しても平等に優しい先生だ。素敵だね。みんなの先生ヘルピだよ。今年も同じクラスになった子もいるね。あ、新学期始まったばっかりな。それで遅刻はマジやばいね。先生はね、人間のことも仲良くしてほしいと思ってるんだ。貴様が入れたのか。え、こういう魔物もいるのかじゃないみたいだな。ヘルピエル先生が無理やり編入させたわけじゃないやな。ごめんよ。仲良くなるそうだよね。でもヘルピエル先生。ヘルピエル先生ルートはないんかな。そこの君、君は人間と魔物の共存ってどう思う？いいと思うよ。素敵やと思う。ざわ、何？浮いた？いきなり浮いた？ごめんな。変なこと言ったかな。浮いちゃった？ざわざわ。ざわざわ。マジ？マジマンジ？あいつやべえな。って言われてる。変わってるな。だっていいよね、純さ。変わってる奴が一人ぐらいいた方がクラスが盛り上がるってもんだろ。うんうん。先生はそれでいいと思うよ。少しずつでも仲良くなった方がトラブルは減るよね。うん。拳で解決するよ。でもトラブルがあったら。相手は魔物なんだろう。だったら拳やり合うじゃねえか。違うんかな。魔物感ってそういう感じじゃないかな。ごめんな。あのデビルマン見た後やけんさ、そんな感じで見てしまうな。今日の授業はおしまい。また明日。ヘルピエル先生かわいいな。放課後。さて、どこに行こう。あー、すげえな。生徒会室行ったらあの嫌な生徒会長やろ。え、ヘルピエル先生とおしゃべりしたり楽しく。技術室は多分あのバイセコの彼やけん。あれな、色で分けてくれてるんでありがたいね。屋上行ったら最初のあのトマトムサブリッシュ。少年じゃねえな。え、制服、女性の制服着とったから女の子か。ごめんな。技術室行ったらあのバイセコーの彼で、生徒会室行ったらあのちょっとキザなお金持ちの生徒会長に会うんやけど、職員室行こう。ヘルピエル先生、さっきの先生の言葉が気になるな。ちょっと会いに行ってみよう。ヘルピエル先生、ユリルートってありますか？失礼します。ヘルピエル先生はいますか？はーい。かわいい。エニューセちゃんどうしたのかな。今日先生がしていた話なんですが、魔物と人間仲良くしましょうって話だよね。君はそれに興味がある？ある。とてもあるよ。ちょっと気になって。いやー、こういうこと言うと校長に怒られちゃうんだよね。あれやな、この魔物ノモス学園の方針じゃなくってヘルピエル先生独自の考え方だな。素敵やと思うわ、そういうの。確かに魔物は人間と敵対してますもんね。敵対してんのに私入学できたんてすごくない？転入できたあなたってすごくない？でも僕は諦めないよ。僕、こう、男なんかな？男でも綺麗やと思うな。だって僕は人間たちが好きなんだから。え、好き？うん。だから人間とも悪魔とも仲良くしたいと思ってるよ。平和の第一歩は、共に歩み寄って理解し合うところから。そうやな。やっぱりこの先生、他の魔物と違うかもしれない。よかったら今度、土曜日のカニ様、カニ様広場やって。うん、そうやな、カーニバル、サバンナみたいな広場なんだ。これね、カニバって見えて、あれって思ったけど違った、カニサバだった。課外授業的なものをやってるから。いいやん。どうしようかな。行ってみようよ。はい、行きます。楽しみにしてます。ヘルピエル先生。やった。ありがとう。それじゃあ土曜日に来てね。ヘルピエル先生結構好きよ、普通に。先生の課外授業、聞いたことないけど、何なんだろう。人間社会に溶け込むんかな。土曜日来たー。カニ様広場。大勢の魔物がいる。子供連れの家族もたくさんいる。魔物の中におってええん。てか、ワイのパピーマミーはどこに住んでんの？ワイの家どこにあるの？これ魔物いっぱいおるけど、その中にポツンと人間一軒家って感じなんかな。わかんね。カニ様広場のどの辺かな？あれかなって。ええー、ほら、先生、僕っ子だ。ハイがある。そこにはいつも先生と違う。パフォーマーの姿のヘルピエル先生がいた。ヘルピエル先生！すげえわー。何あのジャグリング玉なり、ピエロみたいと思ったけど、本職だったの？最高や、エンターテイナーってやつやな。みんな今日はカニ様広場へ集まってくれてありがとう。
刃物の丸飲み賞と玉乗り、アンドチャーグリングは楽しめてもらえたかな。楽しめたよ、ありがとう先生。え、道に迷ってなければ刃物の丸飲み賞が見れたの。道に迷ったんだね、しれっとしれっと言ってるけど道に迷ってたんだね。キャッキャーン、こっからは紙芝居のコーナーだよ。おー、老若男女すべてに適応しようとしている、すべてを盛り上げようとしている魔物と人間の伝説。あー、この伝説、人間共存。昔々、人間と魔物は住処は違いと争うことはなく、お互いに程よい距離感で仲良く暮らしていました。最高やな。それが一番いいと思うよ。しかしある日、魔物は意地悪をして人間の生活に大事な井戸を奪ってしまいました。人間はなんでそんなひどいことをするのか理解できませんでした。不信感から下に人間は魔物に対して意地悪になってきました。あら、些細ではないんやけど、ちっちゃなことから大きな争いが生まれてしまったっていうパターンか。人間と魔物の関係が冷え切ってしまったある日、一人の人間が魔物に質問しました。どうして人間たちの井戸を奪ってしまったのか、と。魔物はただ綺麗な飲み水が欲しかっただけだったのです。魔物の住む環境では濁った水しか取れませんでした。なら話してくれればよかったんや。分かり合うんはまずコミュニケーションやで。そうと知った人間は魔物に綺麗な水を分けてあげました。魔物たちは感謝の言葉を伝え、また人間と仲直りしました。ほらもうそれでええんや。おしまいと。実はこの物語は数千年前にあった実在の出来事がモデルなんだ。このようにお互いを理解し尊重し合い、共通の目的を持つことができれば、魔物と人間の共存が実現する可能性はあるんだ。そうだよな。いわゆる水の問題もそうやけど、疫病に対してさ、疫病ってさ、争う火種にもなるかもしれんけどさ、手を取り合うチャンスでもあるっていう考え方もできるもんな。そういう感覚と同じやな。ごめんな、スケールでかくしちゃった。そんな世界、みんなで目指そうよ。そうだよな、取り合うことはできるんや。コミュニケーションがだってさ、共通言語で話されてる時点でコミュニケーションは取れるんやからさ、争う必要は絶対ないはずない。ヘルピエル先生。最高やな、ヘルピエル先生。めっちゃ共感しかないわ。共感しかねえ。やべえ、ヘルピエル先生好きだわ。って感じで、いつもこんな感じでパフォーマンスと紙芝居をしてみんなを楽しませているんだ。かつ道徳教育もしてるから、あんた最高の教育者だと思うよ。すごい方なんですね。ところで、先ほどの紙芝居なんですか？実際に人間と交流したことは先生自体ありますか？疑ってるわけではないのですが、先生は実際に人間と交流したことはあるんですか？もちろんあるよ。ずっと前からね。実はさっきも人間の子供が混じってたの気づいてた。ダニ？最高かよ、この先生。気づいてなかったです。大丈夫なんですか？殺されたりとか。幸い、あの子の周辺の大人が理解ある魔物たちのようでね。お互いを愛し、信頼し合ってるみたい。素敵だよね。人と魔物の間に、愛が芽生えたっていうのが素敵だよ、本当にそれは。そうだったんだ。え、なんかすっげえ道徳教育されてる、私。この先生ならこっそり自分の正体を言っても大丈夫かもしれない。でも本当に大丈夫かな？大丈夫だよ。自らを危険に脅かしたくない。けど、いつかバレるだろう。だったら信頼できる先生といえば、まず教師や。勇気を出して、今度相談してみよう。ヘルピエル先生。私、あんたのこと信じるよ。ヘルピエル先生。こんな時間にどうしたの？ずっと隠してたけど、先生に言わなきゃいけないことが。何？遠慮しないで言ってみて。話そう。ここは素直に行こう。実は、私は人間だったんです。言っちゃったよ。そうなんだ。驚きもせん、こやつ。驚かないんですか？いや、驚いてるよ。勇気を出して言ってくれたって。でも君が人間だってことは最初から知ってたからね。やっぱ先生陣は知ってるパティーか。モノクロ少年少女感がすげえけどごめんな。そっか、バレてたんですね。それでも仲良くしてくれてるから、この人とは絶対分かり合えるよ。君は僕を何だと思ってたの？担任の先生。悪魔です。それもすごく優しい。天使みたいな悪魔。嬉しいな。天使みたいって初めて言われたかも。いや、最高やと思うで。教育者としてもやし、一人の魔物としても素晴らしい人やと思うで。そうだよ。僕は魔物の中でも一番優しいんだから。今までよく頑張ってきたね。この学園生活は楽しかったかい？普通に遅れてた。まあ緊張感ありましたけど、それなりに楽しかったです。普通にだって学園生活できてたっぽいもん。ちょっとざわつかしたけどさ。実は先生からも言わなきゃいけないことがあるんだ。何？いいかい？目が覚めてもたとえ、目が覚めて、
子がたとえ地獄だったとしても、振り返らずに光の差す方向へ進むんだ。先生、それはどういうことだい？え、どういうことだい？本当にどういうことですか？先生が何を言ってるかわからない。私もごめん、理解ができていない。君も気づいているかと思う。そして気づきたくない気持ちもある。本当の自分が今どうなっているのかを。え、トランスフォーム？今の本当の自分って、今ここにいる自分自身ですよ。何ですか、いきなり。意味がわからないです。最初変だと思わなかったかい？ぶつかった時点で？夢の中のはずなのに、昔からずっとそこにいる感覚はなかった？確かに最初、夢だって言って起きたもんな。もしかして、僕が言っていたことを覚えてるかな？お互いを理解し、尊重し合い、共通の目的を持つことができれば、まもと人間の共存が実現する可能性はある。たとえこの世界が終わっても、僕は君を信じているよ。先生！待て先生！先生！ヘルピエル先生！めっちゃ焼けてる！焼けてるえ、もう、何ここ？熱い！地獄じゃん！さっきまでいた学園は？うん。この規模の村ならすぐ制圧できるな。おう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 ！てめえ、そこに人間の生き残りがいるぞ！捕らえろ！抵抗するぞ、拳で！生徒会長そっくりのままの生徒会長だったね。まるで状況が読み込めない。夢だけど、そこで分かり合えていれば、こうはならないルートもあったっていうことかな。私いきなり先生ルート来ちゃったからさ。これじゃまるで人間の村が魔物に襲われ。ああ。こっちが現実だったっちゅうわけね。今まで過ごしていた学園の方が長い夢で。夢だと思っていた方が現実。つまりこの焼けた村は自分が住んでいた人間の村。やっべえ。他の人もルート来てから先生の方行けばよかったパティーンだ。ゾッとした。今まで関わってきた魔物に、あの村をやられたんだ。腰が抜けて立てない。逃げなきゃ。立ち向かうぞ。キョキキ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 そうはさせんぞ。騎士団長。はじめまちってだね。私はフリムオーク。騎士団長のスワード。ここは私一人で十分だ。今のうちに逃げなさい。あんた一人じゃダメだ。ありがとうございます。じゃないのよ。あ、走って逃げて。あ、ぶつかった。ここでもいた。ぶつかっ、おー。なんだてめえ。今俺がこの村燃やしてんだよ。お前が燃やしたんか。髪燃やすと。それ、草肌に鎖巻いとるけど。アレルギー大丈夫か？嘘。なんでひどいことするんだ。いやーって、もうお前一人だけだけどな。ぶん殴ってやれ。ぶん殴ってやれ。俺がとどめ刺してやるよ。カウンターや、クロスカウンターや、この野郎。この野郎！ああ、どっちがいいかな。蹴り飛ばすもいいけど、ぶん殴ろう。ムカつくから。一体何すんだ、おい。あ、意外と殴れるタイプや。意外と殴れるぞ。ぐぅぅもう一発いったな。二発目は想像してやがったな。もう一発いくか。倒した、倒せれたー、拳で。よし、逃げよう。一定じゃないよね。その銃撃音で一定で済むのはすごいよ。生き残る、何生き残ろうとしてるんですか。逃がさないですよ。まあ、尻尾ぶん殴るぞ。尻尾掴んで投げるぞ、クッパみたいによ。弱くな銃器を装備している。手ごわそうだ。やばい。光線的にいけるね。スタンガン持ってるもんね。もらったスタンガンで食らえ。バチ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 。僕にスタンガン効くと思ってるんですか。目に、皮膚には効かんかもしれん。だが眼球の粘膜があるところに打てばスタンガンを効くんだよ、大体。嘘だろ、こいつ。あなたは死にました。くそ、分岐点に戻ろう。分岐点に戻るってやる。茂みに隠れる。いつか待ちかな。できるだけ姿勢を低くして。木が密集しているところに隠れて姿をくらまそう。銃ってね、結構直線的な弾道やけんさ、結局。直線的な弾道って当たり前か。長弾線限り直線的やから、遮蔽物が多ければ多いほど銃は効かんから。ち、逃げたか。なんとか逃げ切った。逃がさんとか言ってた割にはあっさり逃がしたな。どれだけ走ったんだろう。さっき興奮して気づかなかったけれど、背中も右腕も、左腕も、右足も撃たれてたし、撃たれてた。くそー、もう痛い。もう歩きたくない。頑張って。あともう少しだよ。先生！ヘルピエル先生、
この先生は信じていいの？さあ力を振り絞って、僕は安全で苦しみのないところに連れてってあげる。その言い方をされると信じにくくなるな。苦しみのないところって言うと、ねえ、死後の世界ってなるもんで、ね、ちょっとちょっと嫌だかな。でもこの人は信じるって決めたんや。先生助けて。ああ、かわいそうに怪我をしてるね。痛かったね。もう大丈夫だよ。抱きしめて額にキスしてくれたって。でも、それが、ねえ、死ぬんだろう。あ、治っていた。よかった。信じてよかった。ごめんな。半分じゃない。8割疑ってた。ごめんな。ごめん、先生。大崎に行くと、眩しい光が発生してる場所があるんだ。そこへ行けば安全な場所に転移できるよ。エルピエルさん、先生っていう、もう読めないね。先生じゃないもんね、ここでは。ありがとう。でも、いいのかい？ヘルピエルさんは。大丈夫なのかい？こんなことをして。ありがとうございます。傷も治してもらって。なんてお礼を言ったらいいか。メアドちょうだい。ほら、また気を抜いちゃダメだよ。振り返らずに行くんだ。メアドだけ、テルバンでもいい。メアドだけ、テルバン。僕に気を使わなくていいから。また、必ず会えるよ。ね。テルバンください。はい。先生のような優しい魔物もいたこと、決して忘れません。テルバンかメアド。LINE ID でもいい。本当にお世話になりました。LINE ID。先生、君が生き残って、この世界を平和な世界に変えていくんだ。先生っていうかヘルピエルさん、導いておくれよ。僕は君を信じているよ。僕の大好きな人間ちゃん。おお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 お、なんてこった。なんてこっただよこの野郎。おいおいおおお、良すぎんぞ。ストーリー良すぎんぞ。想像の8倍ぐらいストーリーがいいぞ。やっべえ、他のルートも行っていいかな。他のルートは別の動画にしようか。一旦ここで切るね。ヘルベール先生ルート最高やん。信じてよかった。疑ってたけどごめんよ。ということで今回は、援軍学園、アモナモスというゲームをやってみました。いやー楽しい。めちゃめちゃ面白い、このゲーム。やばい。上がる。それでは次回ですね、もう一人だけね、ルートを、誰かね、三人のうちの誰かをね、行ってみたいと思いますので。いやー楽しい。それでは次回の動画でお会いしましょう。せい！バイバーイ！